こんにちは、柴戸です。今回はですね、ピックアップのお話なんですけれども、ギターのピックアップ変えたいなぁと思っている方たくさんいるかと思います。まあ、ただどれにしていいのかなっていうですね、悩みもあるかと思うんですけれども、今回千葉管楽器のマイスターにですね、こちらの本をお借りしました。ディマジオマニアックというピックアップの本です。その名の通り非常にマニアックなんですけれども、すごく丁寧に事細かく書いてありまして、このピックアップはこういう音楽をやりたい人に向いているよみたいな分かりやすい解説がありましたので、そちらをですね、ご紹介させていただきたいと思います。ぜひピックアップ選びでですね、悩んでいる方は参考にしていただきたいなというふうな感じの動画でございます。非常に種類が多いので、今回はですね、ハムバッカーに関しての情報を皆さんに共有させていただきたいと思います。僕もですね、ディマジオ好きで、まあ、ディマジオが好きなのは、まあ、ヒデさんの影響ではあるんですけれども、ヒデさんはエース・フレイリーの影響でスーパーディストーションを使っておりました。私、シーバードもですね、今、スーパーディストーションとエアーゾーン、トーンゾーン、この3つかな ?3 つをね、載せておりますね。ではでは、まず1つ目ですね、その1、50年代後期から60年代初期風の元祖ハムバッカーを求めるギタリストへ。こちらのピックアップはと言いますと DP103 パフですね。そして DP194 パフクラシック、ギブソンの初期ハムバッカーが持つ温かみときらめきのあるサウンドを再現、さまざまなジャンルの音楽に対応するベーシックなトーンキャラクターというふうに記載されております。有名なのはですね、ブルースブレイカーズ時代のエリック・クラプトン、レスポールで骨太サウンドを鳴らしていたということです。パフのイメージってオールドっぽい感じですよね。まあ、まさにハムバッカーの元祖ということで、まずはこれを乗せて他のハムバッカーと比べていく、比較していくっていうこともこの冊子でお勧めされております。そして2つ目ですね、真の迫力を持つ高出力サウンドを求めるギタリストへ。これは DP100 スーパーディストーションです。リプレイスメントピックアップ市場を開拓したディマジオの代表的なモデル、ハイパーによりアンプサウンドをナチュラルにドライブさせることが可能。このスーパーディストーションはやっぱりディマジオの顔みたいなイメージありますよね。先ほどお伝えさせていただいた通り、キスのエース・フレイリーが使っていたことで非常に有名になりました。70年代中頃のギターメーカーはスーパーディストーションを標準モデルとして採用していたっていう事実もあるそうです。そもそもオーバードライブとはアンプのボリュームを過剰に上げることによって偶発的に生まれたものだが、その偶然によりロックギターは迫力のあるサウンドを得た。ジェット機やレーシングカーのエンジン音にも共通する男のハートを強く揺さぶる魅力的な音だと記載されております。続いて3つ目、ハイファイな音像の中、音抜けと繊細な表現を求めるギタリストへということで、こちらはですね DP159 エボリューションブリッジになります。もともとスティーブ・バイのリクエストによって開発されたピックアップです。特定の周波数を強調は抑制することにより、アンサンブルの中でも音抜けを良くすると。モダンハードロックの金字塔、このエボリューションは近年デジタル化の波が押し寄せ、音楽の機材はかつてよりもハイファイでレンジの広いものとなっている。ハードなギターサウンドが欲しくても単にパワーに依存した音作りだと、音量は得られるものの音が前に出ず全体の中に埋もれてしまうことは必至だと。そこで必要な周波数を上げたり下げたりして音抜けを良くしているのがこのエボリューション。長きにわたってスティーブ・バイに愛用されているピックアップです。そして4つ目、不要な高域を除去した中低域の力強さを求めるギタリストへ。これだけで皆さんピンときたかと思うんですけれども、そうです、トーンゾーンです。 DP155 ですね。耳につくキンキンを取り除くと、エディ・バンヘイレンのために作られたプロトタイプの一つ。温かみのある中域とパワー感を持ちつつきらびやかさを保ったサウンドということですね。ハムバッカーサウンドはシングルコイルとの対比からすると太くて力強いと一般的に解釈されるけれども、
ブリッジポジションにおいては割とキンキンした広域が目立つと。そのキンキンした音はギターのトーンを絞れば軽減できるが、それに伴って音がこもってしまうのは解決しがたい問題だ。バンヘイレンはデビュー当時ブリッジポジションに一つだけハムバッカーをつけたワンハム、このギターで演奏していた。音に力強さを必要とするギタリストの場合、ブリッジポジションがクラシカルなハムバッカーだと音が硬すぎる。そこでトーンゾーンが活躍したと。キラキラ感は残しながらキンキン耳につくアタッキーな高域は息を潜めている。中低域に大きくシフトさせたデザインが効果を発揮しているのだということです。僕もねこれ使ってますけれども、かなりいいですね。ズン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 ってやりたい人には本当おすすめです。続いて5つ目、早弾きにおいても潰れない開放感を求めるギタリストへ。これは DP192 エアーノートンですね。技巧派の代表格であるジョン・ペトルーシ、ドリームシアターのギタリストですね。早弾きにおいてはパワー感のある過度な出力のピックアップをマウントしていると、必要以上に音がコンプレッションされ、音数多いとぐにょっと潰れた塊になってしまうことが多い。逆に響きすぎるとピックアップでは十分なドライブ感を得るためにアンプやエフェクターで強く歪まさざるを得ない。そうすると波形的に潰れてしまうと。音を濁らせない、そんな要望を満たしてくれたのがこのエアーノートン。ディマジオの特許技術により磁界をコントロールしてストリングプルを軽減。穏やかでウォームなのに濁りがなく、パワーがありながらも歪みすぎないと。こういった特徴があるそうです。そして6つ目ですね、輪郭のはっきりしたヘビーサウンドを求めるギタリストへ。これは DP207DSonic ですね。通常のポールピースを持つコイルとバーポールピースを持つコイルのセット、チューンダウンで失われた輪郭を取り戻し、重低音によるリフを際立たせると。これはすごいですね。ダウンチューニングに特化しているピックアップ。リンキンパークのブラッド・デルソンもこの D-Sonic の愛用者です。そして7つ目、最大級のパワーと十分なトレブル感を求めるギタリストへ。これは DP102X2N です。マイケル・シェンガーが使っていることで有名ですね。2つのバーポールピースを持つ特徴的なルックスのピックアップ。ディマジオのラインナップの中で最大である510MV という出力を誇る。ハイパワーハムバッカーにありがちな灰落ちもなく、オープンなトーンと長いサスティンを合わせ持つ。このサウンドは他に類を見ない特殊なものと言っていいと。かなり強気なコメントですね。非常にパワーはあるんですけれども、直流抵抗値は 15.8 と、まあそれほど大きい数値ではない。つまりこのピックアップのパワーは単数にのみ由来するものではないというのがわかると。基本的にはね、こうやってコイルを巻けば巻くほど強くなると言われてますけれども、まあ、それによってね、灰落ちが出てきたりもするんですよね。これはそんなにコイルを巻いてるわけではないから灰落ちもなくて、ということはマグネットが強力なのかというと、圧倒的な磁力を有しているわけではないと。じゃあパワーアップの秘密はというと、このルックス面にある。バー型のポールピースによって同じ磁力であっても効率的に磁力線を放出することが可能になっているということです。そしてその8、ハムバッカーの外見とシングルコイルの音を求めるギタリストへ。これは DP156 ハムバッカーフロームヘル。これはですね、僕初めて聞いた名前なんですけれども、リアルなシングルコイルサウンドを生み出すハムバッカー。中域と低域を大胆にカットして高域を強調した極端なトーンバランスと。これだけ聞くとね、めちゃめちゃ気になりますね。ルックス、サイズやハムキャンセルの機能はそのままに、シングルコイルピックアップの音を合わせ持つと。見た目はハムバッカーなんですけれども、音はシングルコイル、レスポールでストラトの音が出せると。エリック・ジョンソンさんが使用していたみたいですね。そして最後ですね、その9、潰れ感のない魅力的なドンシャリサウンドを求めるギタリストへ。これは DP161 スティーブススペシャル。高域と低域をブーストしながら中域は非常にタイトに抑えたサウンド。ハード&ヘビー系ギタリストからジャズ・フュージョン派まで広く人気と。
メタリカに代表されるようなスラッシュメタル系のバンドによく使われているそうです。まあ、この説明見る限り本当ドンシャリですよね。高域と低域ブーストして中域を抑える、あまり気にしたことがあるピックアップではなかったんですけれども、スティーブススペシャル非常に気になりますね。まあ、特別にね、僕がドンシャリを好きなわけではないんですけれども、ちょっとこれは気になるので一度つけてみたいなと思いました。というふうな感じで今回は9つのピックアップをご紹介させていただきました。もしですね、ピックアップで今お悩みの方は参考にしていただけたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。